パノラマ全景岩熊遺跡とは、江戸時代中期に、宮崎県の岡市五か瀬川の川水を、農業用水の灌溉として、引くために、延岡市下見和町に設けられた遺跡とその下流域に、設けられた、用水路である。江戸時代中期、日向の岡お藩において、出来た村は、出来たのひばり屋と称される荒れ地であった。たびたび所領地の庄屋を通じて、藩庁に、 農業用水の確保を請願し続けたところ、過労、藤江賢物によって取り上げられ、軍部業、江尻北江門に命じて不審が着手されたところ、度重なる風水害また、薬病の流行により中断を余儀なくされた。また藤江賢物は、不審費用が、藩の財政を逼迫した責任を問われて投獄され、子息ともども国士される。江尻北江門らにより工事は継続され、 着工から10年後の教法19年完成。工事前には150国しかなかった米の収穫法も755国にまで伸び、特に昭和8年及び昭和46年に行われた大規模改修により現在の姿となっている。江戸時代中期に日向の岡屋藩において荒れ果てた土地に考えを行えば田畑がさらに広がり、米国や その他の作物の収穫が上がることが、藩の議論の訴状に挙げられていた。藩主、三浦明則の時代に不審に着手された。がしかし、その当時起きた危機にや風水害に加えて、藩の財政難により工事が中断され、また藩主、三浦氏の天保が重なってそのまま頓挫してしまった。当時の社会的背景として、江戸幕藩体制の確立した知性にあって、 地方の藩は全国どこでも参勤交代により、江戸との往復を毎年必要としたこと。江戸勤めには大きな財政負担を強いられたこと。藩の財政運営には農民の治める年貢米が財源として重要であったこと。百姓の一揆や、長三離村が発生し、解決に失敗すれば、幕府より藩会駅の処分が厳しく行われたことなどがあり。 農民たちの声は無視できず藩の姿勢に少なからず影響を及ぼすことがあった。その後、新しく違法してきた藩主牧の家の知性に変わり、久しぶ、村地で北村の庄野衆を中心に利を尽くした西願が根強く続いたため、牧の定道に仕えるかろう、藤江県も面によって藩主農部の議論が取りまとめられ、軍部業、江尻北江門に命じて、 共放9年3月着工された。藤江建物は全国各地で治水管外の不振を行ってきた。先達のもとへ自ら指示し、また心得ある藩士を送り、土木や治水、資材調達の方法を学び、大いに取り入れたと言われる。中でも水戸藩の友武官、聖や岡山藩の津田三元太らとの交流は岩熊遺跡の不振に大きな影響を与えた。 強法9年8月暴風雨による洪水で、着工を始まったばかりの遺跡や疎水、資材などが破損埋没し、またほとんどが流出する被害が発生。薬病や資材などの再調達、工事中断を主張する藩主農部への説得に追われ、半年間の中断を余儀なくされたが、アクルト市の強法10年2月不審が再開された。 その後も、たびたび風水害による遺跡の流出を繰り返し、不審の資金が藩の財政を圧迫、藩士の放給が一部召し上げられ、事実上減俸されるようになると藩内においても、遺跡不死にの不満を申し立てが絶えなくなった。ついには、筆頭過労、牧野人しぐうらによる藩の軍用金流用と私服を肥やしたとの残言により、過労、 藤井健物が三人の着男と共に入国せられ、長男に続いて、自身も老死するという事件が起きるに至った。遺跡工事の責任者となった、軍部業、江尻北衛門は、藩内の反対論者に対して、すでに辞に至る等に辞任して、罪を舎すべししかれども今にして死せば、誰か、我が心しをつがんしは安くせいは難ししかず、がたけを先にして、安きを後にせん。 江尻北江門、延岡千県伝と述べ、反対論で渦巻いている反論を解き伏せ、藤江剣物国史で打ちひしがれている農民たちを特例して回った。教法19年、着工より10年の歳月を経て、岩熊遺跡と出来た村までの用水路が完成する。完成前に150国しかなかった出来た村の、完成後の国高は755国まで伸びたと言われる。 昭和8年と昭和46年に遺跡のコンクリート化と市内南北への疎水延長拡大などを大規模な改修が行われ現在もなお延岡市域への主たる農業用水供給に働いている宮崎日日新聞社 P76 で北のひばりやひばりガースを張るという意宮崎日日新聞社ピアニッシモ76から77ハット状ピアニッシモ 82から83白ピアニッシも、105から117、ハットジョー、ピアニッシも、82から86白ピアニッシも、100から104白ピアニッシも、167から186、松田 P10 宮崎日日新聞社ピアニッシも、76から77。ありがとうございます。